ってるわけですね。改めて反射区ってすごいなぁと。はいはい、私まあ正直に言いますと反射区って信じてなかったんですよ。はいはいはい、この職業を始めた時。はい、もともと出が理系でして、はい、白衣を着て働いておりました。はいはい、科学者をやっておりましたそんなもんあるかと。はい、そんな胃の反射区をして胃が反応するなはっていう立場から実は入ってますはいはい、でもさすがに長年やってると、うん、反射区って当たってんなって本当思いますもん。信じざるを得なくなるんですよ、ね、そこまで極めるとそうなってくるわけですね。ありますね。老廃物じゃないとするとどういう、蓄積物って言われてます。蓄積物ね、はい、今おっしゃったその老廃物、うん、これが元で結合組織が固くなったものって言われてます。結合組織が固くなったのが、うん、この足裏のゴリゴリの正体と言われてます。ちなみに老廃物体の中に溜めてしまうと血液の流れとか、うん、あとリンパの流れっていうのは滞ってきます、うん、人間のその巡りという部分が滞ってしまうといろんな不調を起こしやすくするということですね。はい、まあ本当に脳いくつとか脳梗塞とか、でも最近若い方でも多いのが静脈瘤とか。へえ、まあね、運動しなさすぎ。ああ、それもあると思います。ゲームしすぎの人多いよね。はい、婦人科系のトラブルにもなりやすいかなとは思ってます。ホルモン物質って結局は血流によって流れるんですよ。その流れ道が滞ってたりするとホルモン物質なんてもう本当微量の微量の微量で作用しますから、その通り道がまあ、渋滞してたりするとやっぱりうまくは作用はしにくいのかなとも思います。なるほど。この前もあれ30代女性だったかな、女性のお客様で、生理の周期がすごく不順で、まあ、午前中に婦人科系行ったけどまだ来ないよと言われちゃって、で午後うち来て施術受けたら次の日に生理来たって。へえ。まあおすすめなのは月経前とか受けられるとすごくいいかなとは思ってます。月経前、うん、月経ってやっぱり最大限のデトックスでもあるんですよ。それに合わせて施術受けられてる方もいらっしゃいます。まあ、そうすることで PMS の症状とか、うん、まあ、緩和しやすくなりますから、うん、で生理中とかもすごく楽に過ごせたりとか、うん、という意味で受けに来られる方は非常に多いですね。うん、おお、かってかかとが硬い。硬い。あ、ここだ。うん、ここですね。うわー、痛い。ピンポイントに貼ってるこれ。うわ、あ、これだ。はい、痛い。そこは腰のツボのとこだっけ。尾骨、股関節、生殖腺でも腰にまつわるのがかかとの反射区って言われてるやつです。あ、いや痛い。なんだこの痛さ。うん、ってんな。ちなみにこの足軽屋の施術の特徴は、まあ、リフレちょっと習ったことある方はお気づきかもしれませんが、すごいゆっくりなんですよ。スピードが、スピード遅いねと思った。はい、うん、普通のリフレ不掃除の手技ってもうちょっと早いんですよ、うんうんうん、実は。でもこれ実は理由あります、ちゃんと。はいはい、まあ、反射区を刺激するのと同時に、うん、足型を形成していくってことなんですね。なるほど、はい。タオルで見えねえけど痛いぞそこ。はい、痛い。はい、ここね、ここ。
そこも腰っすよね。そうですね、反射区で言ってもやはり腰にまつわるところではあるんですけど、結局ふくらはぎがあってアキレス腱があってここで、うんうんうん、止まってんだよね、そこにね、はい、そうです、うん、でもさすがに長年やってると、うん、反射区って当たってんなあって本当思いますもん。信じざるを得なくなるんですよ、ね、あ、そこまで極めるとそうなってくるわけですね。ますね。反射区って流派によっても数とか違ったりはするんですけど、これ不思議なもんで世界各国にだから反射区っていうのはあるんですけど、うん、どの流派もだいたい一緒なんですよね。へえ、あ、ここ頭の部位だよね、頭の部位を細かく見てる流派もあれば、うん、ざっくばらんに頭がね、してるだけの流派もあったり、まあ、生体でいうツボとかもそうですね、そんな感じですね。こうやってちょっと、まあ、自分でやるというか、こうやって洗ってください。うーん、ゴーシゴーシゴーシと、はい、これ足が細くなるというワンポイントレッスンで、おお、足が細くなる、はい、この骨際は3ライン、この真ん中の骨際、はい、骨際、内側の骨際、はい、出てきたら外側の骨際、外側って裏だね、はい、ここですね。この3ラインをお風呂入った時にこうやってゴーシゴーシと洗ってください。こんな感じでいいです。まあ初めは向きとか別にいいです、うん、骨際洗うっていう感覚、うん、こんな感じでいいです。足が細くなると、はい、この骨際についてるゴリゴリっていうのがむくみとか肺の直接の原因になるとも言われてます。でここがしっかりんぱと、しっかりんぱね、しっかりんぱもしっかり掃除をしてあげる。お、なんか変なダジャレ入りました。しっかりんぱのそこのさ、あのコリって部分はコリって部分はなんすか、そっちは逆にしっかりんぱの裏のコリっていう部分で、うん、でまさに老廃物なのかな、そこもな、さっき言ったな、うん、だ、塊になってる、関与してしまったがため流れが滞り結合組織等が、いや多分そうなんだと思う、うん、という見解ですね、私の中では、うん、生態的見方で言うと、うん、あの膝、股関節、足首のこのアライメントが崩れてる人がそこに固まりやすいんで、はい、言ってるように結合組織の塊ができちゃったってことなんだと思うね、多分。だからなんだろうって考えた時にそういう説明、お客さんに言われた時にはそのまま言うしかないね、うん、アライメント崩れてない人ってそこにこれないもん。まっすぐな人たまーに稀にいるんだけど、クリクリがないんだよね。そうそうそう、足見るときってやっぱよく足つぼだと足裏って言われるじゃないですか、うん、そんなこともないんですよ、うん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 、だから施術範囲うち結構上までやってしまうっていうのはすごい、一気にこの足の血管が浮き出てきた、血流が良くなってるでしょ、うん、反応はとても良いと思います。反応いいと思います、私は、はい、とても良いと思います、うん、まあ、普段運動されてますしね。そうなんですね、ちょっと上までしてほしいですね、はい、あ、でもやっぱ張ってんか、それもあれですよ、昨日の筋トレっすよ。あ、でもこれパフォーマンスが上がりそうな感じはするけど。あ、そう、お、明日の生理運動してます。ん、生理運動、どういうこと、生理運動って。筋トレした後にストレッチ。ああ、もちろんもちろん、あのしっかりはやってないけど、あのちゃんと軽くやってるよ、5分ぐらい。これもっとね、時間取るとこれこう、うん、まあね、変わりますよ。そう、時間取ってやればいいんだけどさ、そういうのできない感じするでしょ。昨日メニューは30分がっつり、あの傾斜をつけて登ったり走ったりを繰り返して、その後はスクワット系と、あとはデッドリフト系で足をいじめて、で終わった後にちょっとね、腹筋とか背筋とかあの辺の軽くやりのからのストレッチング5分ぐらい、ハムとか、まあ、いろんなとこ伸ばして5分ぐらいだよね、終わりみたいな。おお、ハムすごい、だから筋肉痛だよそれ。うわっ、裏やってます、はい、あ、こんにちは。え、いい感じのあれでしょ、でもハムそれ、あの昨日やった、ちょっとあの筋繊維壊れてる感じのもの。いや、硬い、ただ単に硬い、硬い、良くないってことね、パフォーマンスが、ただ
筋肉痛のあれじゃではないって感じする？ではない。あ、じゃないんだ。あの、の部分とこことかは多分違う。あ、違うんだ。違う。まあ、あとまあ相手の自重利用しちゃうと力が全くいらないんで、うんうん、いや、ほんと整体もそうなんだけど、それだよね、いいよね。だから仰向け施術好きなんですよ、俺、うん、まあ、この状態でもよいしょ、うん、足持ってるわけじゃないんですよね。はい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 、はい、そうすると疲れる。はいはい、持ってる疲れる。はいはい、ベタンってやっちゃうと流せない。ああ、流せない、はいはいはい。ちょっと浮かせたい。ちょっと浮かせて、このちょっとの1センチの隙間、うん、大切です。うん、でもこうやっちゃうと重い、ね、重いんだよね。ほんの1センチだね、ほんと手が入る隙間を開けると、はい、これだと実は疲れます。はいはいはい、これだと疲れません。はい、どういうことだそれは。あれ、もう一回全体像を見ててください。これだと疲れます。ちょっと待て待て、全体図ね。はい、これだと疲れます。はい、うん、これだと疲れます。ああ、もの中心線が違うってことね。あの、向かっていく、あ、違うの、あれ、これ全然疲れません。あ、自分が動いてるから、これ疲れます。それ手でやってるから、はい、手押しになってるから、はい、うん、正解はここにつけただけです。あー、なるほどね。整体でもよくあります、そういうこと、はい、肘をね、そこ、ここ肘をね、ももにつけてると疲れないってことです。こうすることができちゃうんですね。で、今なおかつ自重で動いてる。はいはいはい、バランスボールが動いてる。自重で動いてるから、はい、手押しじゃないから腕も疲れないと。はいはいはい、で動いてるから一つポイントですね。お店でやってる人はこれいいよね。やっぱでもバランスボールだからっていうのもあるよね、これね。でもこれ慣れるとね、椅子でもできますよ。あ、椅子でもできるんだ。へえ。ただまあバランスボールでやってる方がもう楽になっちゃったから。もう椅子でやったら辛いよね、多分ね。もう。でもね、椅子もね。あ、やる。あ、できる、できるんだ。アクロバティックに施術できますよ。椅子でやってると。自分が？うん、へえ。あとで見せましょうか。だね、うん、お、でも、あ、でも、うん、さっきよりは全然あの張りは取れてる感じする。うん、うん、うん、もっと取りたいけどそういう感じだけどね、さっきの半分になってると思う、多分、うん、まあ、通っていただければ完全にこの辺変わると思うんで、はい、通っていただいた方がいいかな。わかりました。かなり変わりましたね。かなり柔らかくなったね、はい、関節も、ね、そうですね、はい、まあちょっとビフォーアフターじゃないですけど、さすげえ全然むくみ違うじゃん、以上せ、はい、全然違うじゃん、はい、こんな感じです。左スリム、はい、右むくんでるわ。わかるね、むくみがこんなに高さが全く違います。あれかな、足首曲がるようになったかな、さっきの足首じゃなくて指か、はい、ちょっとグーってやってみましょうか。じゃあ、まあ、さっきも反応はいいはずですよ。うん、分かんないね、でもね、自分、まあ、こっちとこっちでやっても分かんないね、はい、可動解だからな、まあ、一番分かりやすいのはこうやってパタンってやると左右の長さが違ったように見えます。はい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 、こっちの足こうなってるんですよ。はい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 、で今それを調整したからこんだけ違いが出てくる。うん、足首が出てる、こっちの方が、はい、スリムになってる。うん、首とか、まあ、膝とかもそうですけど、うん、まあ、全体的にスッと整っております。うんうん、おー、いいね、はい、こっち全然隙間空いてないんですけど、こっちちょっと空いてきたし、あ、はい、指の隙間で、これをでももっとこれ続けて施術受けていただくともっと出てくるね、うんうん、足の形変わってくるから開いてくるはずですよ。通いたくなりますね。はい、はい、では行きましょう。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。